キャピタルゲートビルはアブダビ市にある超高層建築物。アブダビナショナルエキシビジョンセンターに隣接している。西方向に18度意図的に傾けて設計されているのが特徴。アブダビ市内で一番高い建造物でもある。2010年6月、世界一大きく傾いた人工建造物としてギネス世界記録に認定された。18度という角度は 当時記録を保持していたドイツのズール風前の車頭の4倍近くである。2008年10月の時点で、すでに所有者、設計者がギネス申請していた。RMJM ドバイ社によって設計された。ダイアグリッド構造が用いられた中東で、初めての構層建造物と言われる。同様の建物には、30セントメリーアクス、ハーストタワー。 北京国家体育場などがある。12階までは垂直に建設。それより上の木座橋から30から140センチメートルずつずらしていき、傾斜を形成している。また、490本の杭が30メートル地下まで打ち込まれているという。ハイアットキャピタルゲートホテルやオフィス群がテナントとして入る。2010年にベタイム氏が選んだ。 世界の危険な建造物トップ10の2位となった。ありがとうございます。